にドカーシュートへ抜ける構えに入った小池戻したさあチャンスだシュートで入った。両チームの選手たちが入場しています。パポ雄平クレビーニョを使う中3枚パスを送ってシュート、ニアサイドをつきました。先制は東京ヴェルディ小池純喜、2試合連続のゴールです。そうですね、トラップからシュートまでイメージ通りに打てたので、まあ、入ってよかったです。これの中央近藤平と上がる近藤ヴェルディング、同点に追いつきました東京ヴェルディ。注目の近藤尚弥がニアサイドコーナーキックを合わせました。もう自分たちのやりたいサッカーっていうのが、まあ、できる時間っていうのが、まあ、確実に増えてきているので、まあ、あとはそこを勝ち切るっていうところまではもう来てるのかなと思います。古巣ですね、まあ、すごい楽しみですね。やっぱりいつも結果も気にしてますし、まあ、その愛媛のサポーターの方も、まあ、未だに僕のことで気にしてくれて、まあ、連絡くれる方もいますし、まあ、そういう思い入れのあるチームなんで、まあ、ただホームでね、僕らが、まあ、僕らのホームスタジオのアジスタなんで、まあ、そこはしっかり、まあ、もちろん僕たちは勝たなきゃいけないので、まあ、いいプレーして、まあ、いい勝利を、まあ、見せられればなと思います。あの試合は0対2から逆転した試合だったんですけど、まあ、ちょっと申し訳ない気持ちもありましたけど、まあね、その前の年に愛媛でヴェルディに相手にゴールしちゃってるんで、まあ、そういう意味では、まあ、栄子は嫌な選手になったなと思ってもらえるように、まあ、そういうプレーをしたいと思います。まあ、今5連戦の3戦目、まあ、愛媛 FC ということで、まあ、チームとしてなかなか、まあ、完璧な試合まではいってないかもしれないですけど、まあ、ヴェルディらしさ、僕らのサッカーができてきている時間がすごく増えていると思うので、まあ、また愛媛で愛媛相手に勝って、まあ、自分たちの強さとか、まあ、僕らのサッカーっていうのを証明していきたいと思うので、引き続き応援よろしくお願いします。